大口義則君。公明党の大口義則でございます。上川大臣、第14回、国連犯罪防止、刑事司法会議京都コングレス、大臣のリーダーシップで本当に、国内外で注目を集めておられる、非常に成功裏に、この12日まで、の会議でありますけれども、期待をしておるところでございます。また所信におきまして、大臣は多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すと、力強く決意を述べられました。で、無国籍者の問題につきまして、ご質問いたします。無国籍者は、自らに何らの落ち度がないにもかかわらず、社会生活上のさまざまな場面で著しい不利益を被り、過酷な状況に置かれております。無国籍者問題は重大で深刻な人権侵害であって、一刻も早く解消しなければならないと考えています。無国籍者問題については本年2月9日法制審議会民法、親子法制部会がこれを解消する観点から民法の嫡出推薦制度の見直し等を内容とする民法親子法制等改正に関する中間試案を取りまとめました。中間試案については2月25日から4月26日までパブリックコメントの手続きが実施され、今後パブリックコメントを踏まえた調査審議を行い、来年には法案を提出することを目指していると承知しております。我が党では2007年に無戸籍問題とプロジェクトチームを立ち上げ、無戸籍者の救済に向けたさまざまな提案を行い、リードしてまいりました。2008年には総務省が全市区町村に無戸籍者の住民票を作成する際の統一判断基準を通知し、民法の嫡出推定制度に関連して、戸籍がない場合であっても、嫡出否認等の手続きを行っているときは、その子の住民票の記載をすることができることになったこと、加えて2018年には、集積許可手続き等の場合にも拡大することとなりました。また、無戸籍者が利用することができる裁判手続きとして、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白な場合の嫡出推定が及ばない子が、夫を相手とせず、実父に対し申し立てできる認知調停の案内が適切に行われるよう、裁判所のホームページの改定等を行うよう提言を行い、実施されました。さらに、新型コロナウイルス感染症対策として支給された、一律10万円給付の特別的な給付金につきまして、住民登録されていない無戸籍者を除外するせずに、給付対象とするよう求める緊急要望、法務省、総務省が連携をしてほしいということで、要望いたしまして、そしてこれが実施されました。これまでの法務省の取り組みについてお伺いします。上川法務大臣もこれまで無戸籍者問題の解消に向けて、積極的に取り組まれており、その指揮下で法務省において、市区町村の窓口等から得られた情報により、各法務局によっておいて、無戸籍者の情報を把握し、把握した情報に基づき、無戸籍者の母親等に寄り添った支援を行ってきたほか、これらに資するための関係機関との連携にも取り組んできたものと認識しております。無戸籍者の解消に向けたさらなる取り組みとして、どのようなことを行っていくのか、大臣にお伺いいたします。上川法務大臣。無国籍者問題につきましては、小口先生、力強いリーダーシップを振るっていただきまして、さまざまなご提言をこの間いただきました。一つ一つがしっかりと実現できるように取り組んでまいったところでございます。無国籍の方々の存在がこの日本の国であるということ自体、当てはならないというふうに思っておりまして、国民としての社会的な基盤、これが与えられていないということでありますし、また社会生活上の不利益を受けるということでありますので、これは人間の尊厳に関わる重大な問題であるというふうに強く認識しているところであります。法務省におきましては、無戸籍者の解消のために、平成27年の5月から、無戸籍者ゼロタスクフォース、これを設置いたしました。一人一人にしっかりと寄り添って、そして戸籍の記載に必要な届け出、また裁判上の手続きが取られるようしっかりと支援をするという寄り添い型の取り組みの実施でございます。そして昨年12月におきましては、無戸籍者やその母親等の関係者に相談をしていただくということが極めて大事であるということで、ウェブコンテンツを充実するという観点から、法務省ホームページに無戸籍でお困りの方へのページをスマートフォンにおきましても見やすいものにリニューアルをさせていただきました。また、無戸籍解消までの流れが
しっかりと分かるようにスライドショーというような形での掲載もしているところであります。また具体的に7つの解消事例集ということを作成いたしまして、法務省の担当者のアドバイスとともにこれを掲載をしているところでございます。無戸籍者の解消かつその解消までの期間をできるだけ短くなるように新たにこうしたウェブコンテンツなどによりまして難しいと皆さんから思われているこの裁判手続き等の情報分かりやすく提供させていただき法テラス弁護士会等関係機関とさらにこう連携を取りながら無戸籍者ゼロを目指しまして各種政策をフル稼働してまいりたいというふうに思っております。大口義成君。無戸籍者問題の解消のためには、無戸籍者をめぐる現状や無戸籍者に至った原因の分析が必要であると考えます。で今回初めて、この法務省民事局より出していただいた資料、これが配布資料としてお示しておるところでございます。でこの法務省で把握している無戸籍者の数は令和3年2月10日時点で881人、累計の無戸籍者の数は3435人、現在の無戸籍者のうち640人、約 73% が無戸籍となった理由としては、おとなしい全部の着手推定を避けるためであると回答しております。このうち DV があるものが41名、すべてを把握されているわけではないので、実際はもっと多いと思いますけれども、そういう数字が出ております。次にこの資料の無戸籍者の母の婚姻の状況を見ますと、婚姻中に無戸籍者を出生し、現に婚姻が継続している、継続中であるものが105人、約 12%、婚姻中に無戸籍者を、出生し、現在、婚姻が解消しているものは、100人、約 11% となっています。無戸籍となる原因として、DV も重要な事情であると考えますので、このうち DV の被害を受けているものは人は何人なのかもお伺いしたい。またこれ以外に、法制審議会の部会では、どのような事実が調査審議の基礎資料となっているのかもお伺いしたいと思います。小出民事局長。お答えいたします。委員ご指摘の DV の被害につきましては、あくまで、当事者の申告により把握しているものでございますけれども、ご指摘の婚姻中に無戸籍者を出生し、現に婚姻が継続中であるもの、これ105名中、DV の被害があるものは16人でございます。それから婚姻中に無戸籍者を出生し、現在は婚姻が解消しているものについて、この100人中16人が DV の被害があるということでございます。このほかにも法務省では、着手推定制度の見直しの検討する際の資料とするために、婚姻解消後300日以内に子が生まれたケースについて、母の再婚との関係に関する調査を実施しております。まず母の婚姻解消後300日以内に生まれた子であって、母の再婚後200日以内に生まれた子につきましては原則として、母の全部の子と推定されるわけですが現在の戸籍実務では裁判が確定した場合や離婚後に解体した子であることが医師により証明された場合については母の再婚後の夫を父として届け出ることとされております。届け出ることができることとされております。調査の結果このような子のうち 96.6% の子については判決の当本等や解体時期に関する証明書を添付することによって母の原父すなわち再婚後の夫を父とする届け出がされていたことが明らかとなりました。また法務省が把握している無戸籍者であって離婚後300日以内に生まれた子のうち母が離婚後300日以内に再婚をしその後に出生している者の割合は約 35.8%、 再婚後に生まれた田舎にかかわらず母が離婚後300日以内に再婚している者の割合は 46.8% であることが明らかになっております。こういった結果は法制審議会の民法部会にも報告されておりその調査審議の資料とさせていただいているところでございます。大口義成君。今回の配布資料をですねまたしっかり分析しますとともにですね法制審で出された基礎資料もですねしっかり分析して、議論をしていかなきゃいけないと思っています。でこの中間試案が無戸籍者問題 これらの調査結果から分かるようにですね無戸籍者問題を解消するためには民法の着手推定制度の抜本的見直しが不可欠だと考えています。で今回の中間試案は着手推定規定について婚姻解消等の日から300日以内に生まれた子について
全部のことを推定するとの原則を維持しつつ、母が全部以外の男性と再婚した後に出生した者は、再婚後の夫のことを推定するとの例外を設けています。でそれとともに未成年の子に嫡出否認を認め、夫ないし全部に対する嫡出否認の訴えを提起することができるように進むのであり、まあ、無戸籍問題の解決に資するものと考えます。ただ基礎資料で、まあ、例外規定に該当する子は、まあ、35.8%、 また DV ある、場合にはですね、未成年の子が夫または全部に対する嫡出否認を行使するか困難な場合が相当数あると考えられます。無戸籍者問題を根本的に解消する観点からは、離婚前出産の救済や離婚後300日以内に生まれた子を全部の子と推定するという現行法の規定を撤廃することが必要であるという、長年無戸籍者問題に取り組んできた現場の弁護士らの意見もあります。また母にも固有の立場で、成年等に達した子にも嫡出否認を認める必要があるとの意見もありますが、まあ、これらの意見について、中間試案でどのように考えているか法務省にお伺いします。小出民事局長。お答えいたします。中間試案におきましては、委員ご指摘のとおりですね、嫡出推定の期間について、離婚後300日以内に生まれた子は全部の子と推定する規律を原則としては維持しつつ、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するといった例外を設けること、また嫡出否認の訴えの提訴権者をここに拡大するとともに、その定期期間を3年または5年に伸長すること、また女性の再婚禁止期間を撤廃することなどを内容とする見直し案を提案しているところでございます。こういった見直しが実現した場合には、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母が再婚した後に出生した子については再婚後の夫を父とする出生届を提出することができます。またそのような事情がない子であっても、未成年の子に代わって母等が嫡出否認の訴えを提起することによって、全部の嫡出推定を否認することが可能となるため、全部以外の男性の子として届け出をすることができる場面が広がるものと考えています。まあ、他方で委員ご指摘のとおり、こういった見直し案に対してさらなる改正をといった意見があることも承知しております。事務当局といたしましても、委員の問題意識を踏まえつつ、これと合わせてこの身分関係の早期安定を図る必要性等の要請も考慮に入れながら、充実した調査審議が法制審議会において行われるよう努めてまいりたいと考えております。大口義成君。まあ、しっかり広くですね、パブコメで意見をですね、またいろいろヒアリングをしてですね、議論をしていただきたいと思います。で次に養育費払い問題についてお伺いします。で子どもたちの命や未来を守るために早急に解消しなければならない喫緊の課題であると考えます。で我が国の子どもの貧困率は 13.5% ありますが、中でも大人が1人の世代の子どもは 48.1% であり、大人が2人以上の世代の子どもは 10.7% と比べて著しく高いわけであります。で養育について直近の一人親世帯等の調査の結果では、まあ、母子世帯でこの養育費の取り決め率が 42%、 現在も受け取っている割合が 24% となっており、早急に改善されなければなりません。で我が党は昨年6月、女性活躍加速のための重点方針2020の策定に向けての提言、そして養育費支払い確保のための相談支援体制の充実強化を提案し、政府方針にまあ反映されました。また私が座長を務める公明党不払い養育費問題対策プロジェクトチームは、昨年9月に現行制度の運用によって対応することができる方策に関する緊急提言を、さらに昨年12月には上川法務大臣や厚労大臣宛ての養育費不払い問題の抜本的解決のための制度見直しに向けた提言をそれぞれ政府に申し入れを行い、政府においてこれをしっかりと受け止めてスピード感を持った取り組みをお願いしてきたところでございます。で我が党の9月のこの緊急提言では、養育の確保されるような広報啓発の拡充のため、離婚時や別居時に夫婦間で決めておくべき事項や支援内容、関連諸手続きについて分かりやすい動画解説をウェブ上で提供するなど、 SNS による情報提供や離婚届の用紙に養育費に関する相談機関に関する情報を追加すること、養育費、婚姻費用の、自動計算ツールを提供することとを提案しております。この対応状況につきまして、法務大臣よりお伺いいたします。上川法務大臣。
養育費の不払い解消の問題につきましては、まあ、子どもの生活あるいは未来を守る観点から喫緊の課題であると認識しておりまして、まあ、御党からの PT から9月と12月にわたりまして具体的な提案をいただいたところでございます。この広報啓発に関するご提言の内容につきましてはいずれも重要なものであるということで積極的に取り組みを進めております。まず養育費の重要性また取り決めの方法など分かりやすく説明する動画を初めて制作をいたしまして養育費バーチャルガイダンスとして法務省の動画サイトで近日中にアップする予定でございます。この動画におきましては養育費に関するお悩みの場面ごとに Q&A の形で分かりやすく説明するという内容になっておりまして養育費の問題に悩んでいらっしゃる方々広くにご覧をいただきまたご参考としていただきたいというふうに考えております。また離婚届用紙を通じた情報提供ということにつきましてもご提案がございまして離婚に関する参考情報の記載を充実する見直しにつきまして今検討中準備中でございます。また養育費の自動計算ツール養育費の自動計算ツールの提供につきましては養育費の取り決め促進という観点から法務省の離婚に関するウェブサイトにおきまして情報を提供する方向で積極的に検討してまいりたいというふうに思っております。養育に関する効果的な広報啓発を進めてまいりたいと思っておりましてこの問題の解決に自らのがしっかりとキャパシティを持ってそして取り組んで臨んでいただくということに支援をしてまいりたいと思います。大口義成君よろしくお願いしたいと思います。で本年2月10日、法務大臣から法制審議会に対し、父母の離婚後の子の養育に関する制度との見直しについて諮問されました。で大臣所信でも述べられていますように、チルデンファーストで子どもの視点に立った検討をお願いしたいと思いますが、そのためには実態に即した議論が必要であると考えます。その観点から我が党9月の緊急提言では、協議離婚の実態や養育費の不払いの原因、それらが子に与える影響に関する実態調査の提案をし、12月提言では、父母の別居中の婚姻費用に関する実態調査の実施も提案をいたしました。これらの提案について、対応状況を大臣よりお伺いします。上川法務大臣。御党からご提言をいただきました養育費の不払いなど、父母の離婚が子に与える影響に関する実態調査につきましては、私も極めて重要であるというふうに考えておりまして、担当部局に早急に実施するよう指示をいたしました。すでにアンケート調査を実施しておりまして、近日中の公表に向けまして、結果を今、分析している状況でございます。この調査につきましては、未成年の間に父母の離婚を経験した20代および30代の男女、合計1000名を対象とするものでございます。父母の離婚後のこの養育に関しまして、子どもの立場に立った皆様の声を直接聞くという意味で、法務省として初めての実態調査となります。この場につきましては、これまで申し上げましたとおり、子どもの視点に立って検討を進めるということの重要性の上に、こうした調査をしているわけでありますが、子どもがどのような状況に置かれているのか、その実態の把握につきましては、今後の政策立案の上で極めて重要であると考えております。また、同じく御党からご提言をいただきました、協議離婚の実態調査につきましても、実際に協議離婚を経験した方を対象として、アンケート調査を近く実施する予定としております。現在、その内容につきましても検討中ということであります。準備中ということであります。この調査の中では、協議離婚後の実態調査だけではなく、それに先立つ父母の別居状態にも目を向けて、ご指摘の婚姻費用の分担の有無等に関する調査も併せて行う予定としております。大口義成君。次にですね、一人親にとって、最も身近な相談窓口は地方自治体であるということを踏まえですね、我が党9月緊急提言では、地方自治体におけるワンストップで相談支援の充実強化の観点から、自治体内の戸籍担当部署と一人親支援担当部署などの
部署間連携の強化等を求めてきたところであります。この点につきまして、法務省及び厚労省が立ち上げた養育費問題支援タスクフォースでは、昨年12月、自治体における部署間連携の在り方等について検討した成果を取りまとめ、今年2月には全国的に通知をしたと聞いております。また、我が党9月緊急提言では、新たな自治体の法的支援の在り方として、IT ツールを活用した離婚・別居問題に関する相談支援、弁護士・司法書士による裁判手続きの申し立て書等の作成支援等について、調査・分析するための自治体モデル事業を提案しています。タスクフォースにおいて、どのような自治体連携の方向性が示されたのか、また、モデル事業ではどのような法的支援について検討がなされるのか、民事局長にお伺いします。小出民事局長。お答えいたします。養育費の不払い解消のために、運用改善等により速やかに取り組むべき課題につきましては、先ほど来話が出ております、御党の養育費 PT からの緊急提言、昨年9月にいただいております。この緊急提言に盛り込まれていた自治体内の部署間連携の強化につきましては、これも委員からご指摘ございましたが、法務省と厚生労働省の担当審議官等をメンバーとする養育支援タスクフォースで検討を進めまして、その成果として、両省から本年2月5日付で戸籍担当部署と一人親支援担当部署のさらなる連携強化の推進を求める事務連絡を発出したところでございます。この中では自治体内の戸籍担当部署と一人親支援担当部署の連携のあり方の一例といたしまして、戸籍担当部署の職員が離婚届の書類を取りに来た方に対しまして一人親支援担当部署への誘導を行うといった具体的な方策を示すなどしておりまして、これを活用した自治体の取り組みが進むことを期待しているところでございます。また同じく緊急提言に盛り込まれておりました自治体モデル事業の実施につきましては、地方自治体と連携してモデル事業を実施し、その成果等について調査研究を行う委託業務を行う予定にしておりまして、その予算が令和3年度予算政府案に法務省経費として初めて盛り込まれたところでございます。このモデル事業を通じまして、委員のご提案にあるように、養育費の取り決めや紛争解決のための法的支援の在り方などに関しまして、幅広く、調査分析を進めていきたいと考えております。御党のご提言を踏まえまして、法務省として運用上の改善に向けた取り組みについてもスピード感を持って対応しているところでございます。今後とも厚生労働省をはじめとする関係省庁と連携しながら必要な取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えております。大口義成君。次にですね、要求を確保するためには家庭裁判所の手続きの利便性を格段に向上させることが重要であります。我が党の9月緊急提言、12月提言では、家事事件手続きのリモート化、IT 化の検討を進めるよう提言をし、これを受けて、現在、法務省、最高裁、日弁連、放送3社連絡協議会の家事ワーキンググループを設置をしていただきました。この家事事件手続きの リモート化等について、今、検討していただいているということであります。利用者にはさまざまな方がおられます。養育費の請求の IT 型と離れた地に住んでおられる方や、DV の被害を受けている一人親の方は、期日に出頭することは物理的、心理的に困難であります。そのような利用者の裁判所の出頭の負担を軽減するため、テレビ会議を一層活用するとともに、さらに一歩進めて、ウェブ会議を利用するなどしてですね、当事者が裁判所に行かなくても済むようにするべきであります。ウィズコロナ、ポストコロナの観点を踏まえると、さらなる IT 化を含め、これらの取り組みを一層進めていく必要があると考えますが、法務大臣の所見をお伺いします。上川法務大臣。家事事件の手続き、利便性向上をさせるため、利用者の出頭の負担、これを経験するということは極めて重要であると認識しているところであります。実務的な課題につきましては、ただいま今委員がご指摘いただきました、現在民事司法のあり方に関する放送三者連絡協議会家事ワーキンググループにおきまして、手続きのリモート化、具体的には現在も行われているテレビ会議のさらなる利活用等を課題として検討を進めておるところであります。本年末までに取りまとめの予定としているところであります。さらに本年4月以降は令和3年度中に新たにウェブ会議の導入を目指しまして、最高裁、日本弁護士連合会とともに
実務的な観点からの決闘を積極的に進める所存でございます。家事事件手続きの IT 化につきましては、成長戦略フォローアップにおきまして本年度中にスケジュールを検討することとされておりまして、現在今後のスケジュールについても詰めの検討を行っているところでございます。積極的に検討を進めてまいりたいと考えております。委員長、小口義則君。また現在法制審の仲裁法部会においてですね、国際調停活性化の観点から裁判外の調停 ADR による和解合意に執行力を付与しうる制度の創設について議論されています。3月5日中間試験が取りまとめられたことは承知しております。で、国際的な性質を有する調停に限定するとの意見や、家事紛争については執行力を付与しうる対象から除外すべきであるとの意見もあるようでありますが、この 国内国外で差をつけることはですね、理論上の整合性の問題があります。そしてまた我が国の ADR また ODR の推進のためにはそのような限定を設けることなく、国内の事案に広く執行力を付与しうるような、制度設計にすべきであると思います。特に養育の履行確保の観点からは、例えば認証 ADR 機関でなされた和解合意であれば家事紛争であっても執行力を付与すべきであると考えますが、法務大臣の見解をお伺いします。上川法務大臣。本年3月5日でありますが、法制審議会仲裁法制部会におきまして仲裁法等の改正に関する中間試案取りまとめられたものと承知をしております。部会におきましての議論におきまして、執行力を付与しうる調停による和解合意の対象につきまして、国際性を有するものに限定をするという考え方、またそのような限定をすることなく、国内の事案も含まれるとする考え方が示されておりまして、中間試案におきましては両論がですね、盛り込まれているものと承知をしております。また家事紛争に関する和解合意にも、執行力を付与しうる制度にすべきであるという委員 の問題意識につきましても、この部会におきまして引き続き、検討がなされるものというふうに考えております。中間試案につきましては今後パブリックコメントの手続きをする予定でございまして、この結果も踏まえまして、部会におきまして、委員ご指摘の点も含めて引き続き充実した調査審議が行われるものと期待しております。大口義則君。そしてまたこの養育に戻りますけれども、2月10日の諮問を受けてですね、法制審議会では今後その父母の離婚に伴うこの養育の在り方等に関する家事法制家族法制についての検討が進められていて、制度面の課題について検討を行っている。で、我が党12月の提言において、まず制度の基本理念として民法で養育費が子どもの非看護親に対する重要な請求権であって、子どもの福祉のため特に優先されるものであることを明示すべきであると、民事実態法上の優先的な地位をこれを認めるべきであるという提案をしました。また養育費の取り決めの確保について、取り決めを協議履行の要件とするのではなく、 DV、虐待被害その他さまざまな事情で離婚が望ましい場合でも速やかに協議離婚をできなくなる弊害の恐れがあることに十分配慮した上で、離婚時に子どものことを夫婦で考える時間を持てるよう親ガイダンスなど離婚時の養育費取り決めを促進するための方策を実施することを提案しています。これらの提案はこれまでの法務省の担当者も参加してきた家族研究会でも議論され、今後さらに検討が進んでいくものと理解しておりますが、この2点の課題についてその重要性方向性についてどのように認識しているか民事局長より伺いたいと思います。小出民事局長。お答えいたします。昨年12月にご提言いただいた事項でございますけれども、まず養育費を子が有する重要な権利として明示することにつきましては、委員からご指摘いただきました家族法研究会におきまして、親の未成熟子に対する扶養義務の法的概念の整理として議論がされたところでございまして、その取りまとめの報告書では、これが通常の親族間の扶養義務よりも重いものであることを明示する方向でさらに検討を進めることが提案されております。またこの報告書では、協議離婚時の養育費に関する取り決めを支援する方策として、協議離婚をする父母を対象に、公的機関において養育ガイダンスを実施することや、その受講を確保するための方策についてさらに検討を進めることが提案されています。父母の協議離婚時にこの養育に関する
事項の取り決めを促進確保する方策としては、競技離婚の要件とする考え方も選択肢として挙げられてはいますが、現行の競技離婚制度における簡易な手続きは、DV 被害者が早期に離婚するための役割を果たしているといった指摘があることも踏まえた上で、検討を進める必要があることも指摘されているところでございます。この家族保険研究会の報告書、この取りまとめでございますが、今後、法制審議会で調査審議を行うにあたって、検討の素材になるものでございます。事務当局を務める法務省民事部としても、法制審議会において充実した調査審議が、これ、スピード感を持って行われるよう、進めてまいりたいと考えております。大口義成君。養育問題は子どもの貧困の問題でありますし、本当に命にも関わる問題であります。法制審においてこのスピード感を持って検討をされますよう、お願い申し上げまして、私の質問を終了させていただきます。今日はありがとうございました。次に市内